会場で、うん、リスニングがちゃんとわかるぐらいだね。一応もう一回、一応駆け足でやってきて、まあ、英検2級とトイック600点っていうのは、まあ妥当なとこなんで、まあ大体その基礎が、うん、ボロボロでそこまで来れたっていうのは、ある種プラスだし、で、そこまでの基礎でしかない、ここまでの基礎しかないから、まあ、ここまでしか行けないで、ここで頭打ちになっているよっていうことでもあるので、まあちょっとやり直して、いければなという感じですね。っていう感じでした。準一級のテストは、まあ、惜しくも一時、準一級落ちました。ではでは。